いていきましょう。あ、食っていきたいと思います。今日はですね、羊に乗ったコナン君でサマーバッシュの情報をお届けしていきたいと思います。夏イベが来るぜという感じで本日も食っていきましょう。1つ目夏イベ開催、2つ目新商品で、最後にまとめやっていきたいと思います。という感じでね、ちょっとコナン君のスキンがこれアウトなのかいいのかよくわかんないんですけど、とりあえずカスタムコスメティック欄にあったから来てます。はいで、まず夏イベ開催に関してなんだけど、ついにですね、今年も夏のイベントサマーバッシュの時期がやってまいりました。で、開催日が7月3日から17という形で公式で書いてあるので、日本時間だとおそらく7月4日から18かな。まあ、ただこれ公式サーバーだけなんで、ローカルとか非公式は始まりは4日になるけど、終わりはまあ選べるかなって感じです。で、ポイントとしては MOD の開催なのか、まあ、ASE 式の開催なのかってとこにはなるんだけど、まあ、おそらく MOD の開催になる可能性が高いので、 MOD をまあインストールして入れて、で、まあ、イベント開催という風な形になっていくんじゃないのかなという風なところですね。で、イベントに関してはですね、新商品っていう形で結構力入って新しい商品いろいろ出てますので、それも見ていきたいと思います。で、なんか新しい生物は多分いなかったっぽいので、例えばラブバグとか、あとはサンタさんのギミックとか、そこら辺の、まあ、今までさ、結構 ASA のイベントって ASE の、まあ、形を保ちつつプラスアルファで新しいギミックとかあったけど、それはサマーバッシュはない可能性が高いので、おそらくいつも通り、まあ、焼肉とか干し肉っていうのを使って、まあ、霜降りの肉とかね、焼肉とかね、そういった肉を、まあ、使って生産していくんじゃないのかなっていう感じなので、今のうちにね、霜降りこんがりとか用意しておくと幸せになれるんじゃないかなって感じで、パイロメインでね、大量生産しておくといいんじゃないかなっていうところになっております。で、ですね、とりあえず次の新商品というところに行きたいんですけど、やっぱここがですね、やっぱ気になるところだよね。新しいスキンとか何出んのっていう形なので、それをですね見ていきたいと思います。で、おそらくトレーラー画像でいろいろ出てるんだけど、これがね多分そのまま参考になると思うので、それを見つつこれなんだけど、やっていきたいと思います。で、まず新商品だけ今日は紹介するんだけど、パイナップルサングラス、まあ明らかにこれだよねこのパイナップル明らかにパリピな感じお、これかなりパリピだな、これ浮かれてんぞ夏休みに。まあこんな感じのシャツと、で、次がサンバイザーなので、多分このカワウソが装備してるやつ、ゴルフのキャディーさんがよくやってる、なんていうの、この前のフロント部分とツバの部分だけのやつ、上の部分がないやつがサンバイザーだと思うので、まあこれじゃないかなっていう感じ。多分上がないんだよね、このフロントの部分とツバのとこだけっていう形に多分なってると思うので、ここら辺サングラスとかこういったサンバイザー系の帽子が来ると。で、あとは花火帽子なんだけど、花火帽子はね多分中になかったのでちょっと分かんないかなって感じなんですけど、新しい種類の頭のスキンだと思います。で、もう一個がサルコの何かがあるらしいんだけど、それがちょっと分からないんだよね。まあ、花火ここにあったりするけど、これかな、分かんないけど。で、サルコのなんかスキンもしくはシャツなのかな、わかんないけど、まあ、とりあえず、まあ、サルコの、まあ、何かしらの、まあ、モチーフのスキンが出ると。で、あとはプカシュルブレスレットで、多分ブレスレットだから手の装備をこれに変えるんで、貝殻のなんかこのなんていうのブレスレットみたいな感じに変えるんじゃないかなっていう風に思います。なので多分これじゃないかなっていう感じで、あと皆さんお待ちかね、コスチューム来たー。まあ以前ね、2000何年か忘れたけど、以前このレックスコスチューム来たんだけど、今回このサメのコスチュームも来ますぜという形で、まあ、全然メガロドン感はないんだけど、今風なサメの、まあ、このコスチュームが来ると。で、あとはバルーンソードという形で、剣をこんな感じで風船で作るさ、ソードあるじゃん、なんかイオンのさ、おこちゃまコーナーみたいなとこで、なんかたまにさ、こう風船でキュッキュッキュッみたいな、これプードルとかなんか作ってくれる人いるじゃん、あれ系の剣みたいな、あれで作った剣みたいなのを、まあ、あるとスキンで剣にねっていうのが多分今回だと思います。で、これのアックスって書いてあるので、斧バージョンもあるしピッケルバージョンもあるので、剣と斧とピッケルのこのバルーンアートで作ったやつが実装されるらしいですね。で、あと水鉄砲
水鉄砲、このサメが持ってる水鉄砲、これも実装されるし、これめっちゃおもろそうじゃない、これ。これおもろいよね。これビームというかその弾もさ、この水にピューピューってなったらおもろいよねっていう感じになってますね。であとはクーラーって書いてあるんだけど、おそらくこのクーラーボックス、これアークのマークついてるクーラーボックスだと思う。なのでこれ食料保存庫、冷蔵庫、どっちだろうね、まあ、どちらかだと思います。食料保存庫もしくは冷蔵庫がこのクーラーボックスになるんだと思います。で、さらにもう一個建造物スキンがあって、建造物スキン、これこのグリルですね。グリルがバーベキューグリルになるので、いつも調理鍋でさ、あの作ったりしてたじゃん、 ASE の頃は。 ASE からは作業台できるんだけど、こんな感じで多分あのグリルというか調理鍋がこのバーベキュー用のものに変わるというところになってくるのかな。であと今チラッと見たけど、これこの手前のやつさ、これが多分斧のスキンじゃないかな、斧で、こっちがピッケル、バルーンアートのっていう形になってるのかな。であとさ、こいつが履いてるクロックス、これクロックスがもしかしてサルコスとかになるのかな。新商品はサルコスっていうやつ以外は、花火帽子が多分どれか分かんないけど、まあこれなのかな。まあとりあえずサルコスというのだけがこのテーマの画像の中になかったんで、もしかしたらこれクロックスの話なんじゃないかなっていう形なので、このトゲトゲクロックスがサルコスかもしれないね。え、なんかクロックス面白いね、新しいね、こういうの出るとかっていう感じで、このパリピ感満載の新商品が出てくるという形になっておりますので、結構いろんなものが今回ね登場するので、普通にちゃんとガチ、ちゃんとガチな感じで、まあ今回は来ているというところですね。結構面白いよね、まあ、ただ新ギミックはないけどねっていう感じで、作り方は基本的には作業台に肉入れて作るんだと思いますね。今までもあの ASE の頃から肉を基本的に素材にして、あの焼肉軟膏とかで作ってたから、多分そんな感じかなっていうふうに思います。であとはですね、やっぱもう一個のお祭りごとといえばイベカラーじゃん。なのでイベカラー全部羊で出しましたで1個だけ注意点なんだけど、あのコミュニティクランチのページとかにカラーがあの載ってないのがあって、赤と青、レッドとブルー、1番と2番が載ってないから、これ多分1番なんだけど、まあ、この赤と青は入ってるよっていうのの前提でいきましょう。で色としては一応ね、まあ、たくさんあるんで、一応ねあのずらっとね、あのサクッと見ていこうと思うんだけど、まあ、あの赤と青が載ってなくて、であとはですね、あのイエローとライトイエローでクリームで、ティール、ミディアムティール、ターコイズ、レモンライム、リーフグリーン、ジェイドっていう感じかな。でこっちに移って、コーラルでピーチ、あのアーク恒例のピーチね、ピーチはピンクじゃなくて本当の桃の肉の果汁の色です、ピーチは。はい、っていうので覚えてくださいであとは、ライトオレンジですね。これ紫やんこれライトオレンジなのか、あーなんかちょっと間違えてる、これライトオレンジではありません、こいつライトオレンジではありません。多分ねメインの番号だけが間違えているわ。多分10番なんだけど、ちょっと10番出しますわ。ちなみにこれね、あのニュークリスモッドで出せるんで、あの便利ですよっていう感じなんで、ね10番って形でやって、あの一括できるんでこれですねという感じなんで、これがライトオレンジというような感じですね。でライトオレンジで、その次がライトピンクで、この今乗ってるのはこれがライトピンクだね。こうなんか紫みたいな、ラベンダーみたいなのがライトピンクになってますね。でライトピンク、ライトレッド、ディノライトレッドで、ディノアルビノで、ディノアルビノの次はホワイトかっていう感じなので、結構いろいろ出てます。であとは最後に、このさっきから乗ってる黒いやつですね。そうなんです、アクチュアルブラックですっていう感じなので、アクチュアルブラックとディノアルビノがダブルで出るので結構いい感じかな。で前回とかの差に関してはパウダーブルーが多分出てないかな、パウダーブルー、ラベンダーあたりが出てないけど、まあ一応なんかラベンダーっぽいのはいると。で青系はまあここら辺ティールとかが出てるんで、まあ、ここら辺でまああのパウダーブルーは今回残念ながら落選したっていう形かなっていう感じなんで、一応前回との差はそんな感じで、まああのアクチュアルとアルビノ出るから、かなりここは人気のカラーなので、まあ結構いいかな。しかもアクチュアルに関してはそのこのさ、ホワイトと
あのアルビノ、まあ、要するに白と真っ白なんだけど、このホワイトとアルビノ両方出ると分からんのよね正直。どっちがアルビノやねんってなって、クライオポットに入れてようやく分かるんですよ。なんだけど、あのブラックとかないから黒がアクチュアルのみだから、今回黒っぽいやつはほぼアクチュアルなので、めちゃくちゃ分かりやすいので、アクチュアルブラックに関してはすごくいいんじゃないかなっていう風なイベント期間ですね。で、まあもちろんアルビノ出るからアルビノもちろんいいんだけど、まあホワイトと間違いやすいんで、まあ注意してねって感じで、差はまあほんとね若干の差なんだよね。あのこっちがホワイトで若干黒ずんでる、若干ね。でこっちがアルビノすごく真っ白難しい、まあ、これはねよく俺騙されてたから、いろんなタイミングでね、まあ、メガテリとかもいやアクチュアルでしょうとかだったらブラックだったりで、なんかまあ普通にいやアルビノっしょって思ったらホワイトだったりっていうのがあるから、まあ、今回はアルビノとホワイト、ここら辺を、まあ間違えないようにするのが今回のテクニックだけど、正直無理だからクレアポットに1回入れた方がいいっていう感じなんでね。色がねたくさん出てるので、まあ、俺とかはねこういったティール系も好きだし、あとは赤と青っていう超原色も出るから、で黄色か、赤青黄色っていうね、あのガチガチの、やつも出るから面白いかもねっていう形ですね。まあ、ここら辺はなんかプラスアルファの色ではあるんだけど、まあ、そんな感じで結構ねアルビノとアクチュアルが一緒に出るっていうのは結構ねいいタイミングだと思うので、ぜひね皆さんねここを狙っていただけるといいのかなっていう感じになってますね。っていう感じなんで、一応ねみんなも気になるイベカラーっていうのはここら辺のざっとね簡単に説明した形はあるんだけど、まあ色っていう感じですね。まあ、ぜひねみんなもね好きなカラー目指してねゲットしてみてください。まあ、多分ねアルゲンとかがめちゃくちゃ彩り豊かになる時期なんでね、こういったイベントのタイミングはね、というところでこれを踏まえて最後にまとめやっていきたいと思います。で、まあ、まとめとしてはポイントとして、まあ、7月3日ってアメリカ時間でね、まあ、いろんなところで7月3日ってねあの公式ツイートとか書いてあるんだけど、日本時間だと7月4日になると思う。でおそらく7月3日の深夜とか7月4日の早朝に開始されると思う。で多分なんだけど、モッドでのおそらく、まあ、今までの ASA 通りの開催になると思うので、モッドで適用する形になるので、モッドインストールして適用して始めようねっていう形になります。で、まあ、いろんなね、たくさんの、まあ、スキンとかが出るので、今回かなりね新商品の量多いので楽しくなるんじゃないかなと。もちろん今までのやつもあるから、普通にねあのレックススキンとかもあるので楽しめるんじゃないかなっていうふうには思うし、ぜひねここら辺のスキンとかはねたくさん作って常夏気分をね味わっていただいて、しかもさ今はこういったカスタムコスメティックとかあるわけじゃん。コナン君剣持ってるんだけど、こうやってカスタムコスメティックとかあるわけだから、まあ、やっぱり、まあ、こういったのと組み合わせてよりねアークの世界を、まあ、なんていうのバーチャルワールドみたいな感じだから、すごく楽しめるんじゃないかなって思うんで、ぜひねみんなもねこのイベントね楽しみにしていただいて、遊んでいただければいいんじゃないかなって感じではありますね。まあ、あとはさっきも言ったけどアルビノとホワイト、これがですね間違いやすいのでお気をつけください。はいというところですね、本日はついにサマーバッシュ来るぞというところで、みんなね夏のイベントに備えて、まあいろいろね肉焼いたりね準備していただくといいんじゃないかなって。おそらく肉だと思う、間違ったらごめん。なんだけど ASE の頃は毎回焼き肉、霜降り焼肉とか干し肉とかを使ってイベント素材で、それをね素材にしていろんなスキン作ってたから、まあ、そうなるんじゃないかなっていう感じの予想ではあるので、まあ、そんな感じでぜひ皆さんねいろいろやってみてください。で、あと1個だけ最後に注意点だけなんだけど、バグがいつも通りなんだけど、新しいモッドとか新しいイベントする際にアップデートが来るから、そこでちょっとバグが来る可能性もあるから、気をつけてねっていうのはあるので、ちょっとねそこはポイントとして、最悪なんかバグったら1回抜いてくださいって感じで、あと今まで通りモッドの適用だとしたら1個だけ、絶対、これ覚えておいた方がいいポイントがあって、それはその例えばさ今回のさ新商品があるじゃん、新商品の中で、まあ、何でもいいんだけど、まあ、こんな感じのさいろいろサングラスとかさサンバイザーとかあって、で、まあ、例えばこのサメのさコスチューム作ったとするじゃん。でこのサメのコスチュームを作って、でなんか調子悪いなアークってなって、ちょっとアーク調子悪いからとりあえず抜くかモッドってなって、サマーバッシュ一旦抜くとするじゃん。そしたらサマーバッシュの新商品、ASE の頃だった既存の商品はいいんだけど、こういったレックススキンとかいいんだけど、新商品に関しては消えるんだよね一回抜くと。でなんかねモッドで適用するのはいいんだけど、本体の方、アークの本体の方にデータがなくて、モッドの方だけに新商品のデータが入ってるがゆえに、
あのもっと抜いちゃうと新商品消えるっていうのが今までのずっとねイベントでよく起きていた事故なんですよ。でイベント終了後、まあ、公式サーバーのイベント期間終了後、まあ、なんか 2,3 週間経って本体の方にデータ入ったよってなってもっと抜いても新商品がなくならないっていう風な形になるんだけど、そこがあるからちょっと気をつけてください。なのでちょっとここはどうなるか分かんない、毎回なんか小さく書いてあるんだけど、まあ、なんかちょっと消える可能性が高いので今までのパターンを推測するとね。なのでそこだけはマジで注意してって感じなので、一応そういった今までの流れでここ注意した方がいいよっていうのはそこぐらいなので、まあ、あとはその多分アップデートとか多分来ると思うから、その流れで、まあ、バグが多くなったり重くなったりクラッシュしやすくなったりっていうのは全然考えうるので、そこもね一応ねある程度皆さんねお気をつけいただいて、まあ、デストロイであったりね軽くするコマンドとかは入れていただくと多分幸せになれるかなっていうとこなんで、今日はそんな感じでサマーバッシュに向けて今出たねコミュニティクランチに出た新情報をみんなと共有していきましたので、ぜひみんな夏ねアークも楽しんでいただければって感じで今日はこんなにしていきたいと思います。で KTR ゲームではこんな感じでアークの動画で ASE のこれから作ってるんで、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価でぜひ応援していただければ幸いです。そんな感じで本日はこんなにしていきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。